中年オタッキーです。今年もね、あと2週間ちょっとぐらいになってきましたが、皆様どうお過ごしでしょうか。私の方はもうね、年末の激務になっておりまして、まあ物流業界はね、年末は忙しいのは当たり前なんですけど、ついさっきまでね、ここで力尽きて寝てたんですけども、まあ頑張って動画撮んなきゃなと思ってね、今ね、起きて動画を撮っているところです。はい、今日の動画はね、予告通りこのカメラの紹介になっていきますね。これ。はい、ミノルタのレポになりますね。かなりね、いいレンズを搭載しているということですが、果たしてどんな映りをしたか。はい、それでは動画スタート。はい、このミノルタのレポなんですけどもね、ミノルタから発売されたハーフサイズカメラになりますね。ハーフサイズカメラっていうことは、こんな感じですね。フィルム通常1枚のスペースに2枚撮れるということで、だから36枚フィルムで撮るとだいたい72枚ぐらいで撮れると。まあ、実際はもっと撮れるんですけどね。この長さが短いんで、フィルムのロスが短いんで、実際にはもっと撮れるんですけど、多分80枚ぐらい撮れます。でね、ミノルタがね、売った、そのハーフサイズカメラというのは、どうやら2つしかないようです。このレポと、もう一つはレポ S という高級版になりますね。ミノルタはその、オリンパスがね、ペンを発売して、ハーフサイズカメラのね、大ブームになっていて、まあ、その後からね、出てきた後発メーカーになりますね。まあ、キャノンももう、十分後発メーカーになるんですけども、ニコンなんかね、もうほとんど出してないですしね、ニコン SP かな、S3 か。なんかのハーフサイズ版みたいなのがどんどん出してて、天文学的な値段のコレクターズアイテムになってるみたいですけど、まあ、ミノルタの場合はその大衆機が、2種類、レポとレポ S。これはレポ、安い方ですね。でね、発売がね、1963年になるみたいですね。シャッターが、シチズン L を搭載。レンズがね、ロックオール 30mmF2.8。ライトバリュー方式の露出制御でして、セレン光にね、入ってきた光をここに針が出るんですけども、その針に視針を合わせるライトバリュー式。で、EV 値8から16まで、シャッタースピード250分の1の、F16 だったかな、までの、設定ができるカメラになるようです。でね、レンズとしてはね、ロックオール、30mm の F2.8 ということで、結構たくさんの方がね、かなり秀逸な写りをするということを、言っておりましたが、僕のはちょっと状態があんまり良くなかったんですね。一応分解して清掃したんですけども、後ろ玉の汚れが取りきれなかったです。まあ、そこそこに綺麗にはなってるんですけどね。まあ、モノクロではまあ、大丈夫だろうと思って、まあ、撮ってきたんですけど、今回ね、撮影に、使用したフィルムはね、ケントメア100になります。100のね、ISO100 のモノクロフィルムはあんまりなくて、ケントメアぐらいしか持ってないんですけどもね、それでね、作例を撮ってまいりました。はい、で、作例なんですけどもね、全体的にね、露出オーバーの写真が多くなってしまったんですね。まあ、誰か、他にもブログでね、書いてある人がいるんですけど、まあ、このような感じですけど、露出オーバーになりやすいと。これね、今頃ね、知ったんですけどね、どうやらこのカメラ、実際の数値よりはね、露出オーバーになりやすいみたいで、ご覧のようにね、中間色というか、薄い感じの色になってしまっております。黒の締まりもないですね。まあ、レンズのダメージもね、あるんでしょうけども、解像度はね、素晴らしいようで、このレンズなかなかの解像度です。もう一度ね、ちょっとね、撮影してね、
チャレンジしてみようかなと思いますけど、全体的にその黒の締まりがない、コントラストの悪い写真になってしまいました。写りはね、このようにね、解像度自体はすごくいいと思いますね。まあ、レンズのダメージの方が影響大きいかなということで、とりあえずね、その今はデジタルの時代なんでね、デジタル的にね、コントラストを上げたね、作例、まあ、全部いっぺんにね、このコントラストを上げたんで、ちょっと適当ではあるんですけども、そちらも見ていただきますかね。で、そのコントラストを上げた写真になるんですけど、デジタル的にね、ご覧のようにね、もうこれで見るとね、レンズの良さは分かると思います。解像度はずば抜けていいと思いますね。まあ、ピントが当たればの話ですけどね、これ目測式のピント合わせになりますんで、もうこれはなんかね、もう完全に露出オーバーになってるのはもう、1枚目でも、1回目でも分かりましたけどね、これも露出オーバーですね。完全に露出オーバー。まあ、LV 値でね、EV 値か、EV 値13から14で、晴天時計を撮影してたんですけどね、今ね、その、蛍光灯で見てみるとね、結構絞りが空いてるんで、これ、設定値よりは、絞りが開く感じですかね。で、まあ、見るとレポをね、持ってる他の方ね、もしいらっしゃいましたらね、どんな感じか感想を聞かせてほしいんですけど、どうやら露出オーバーになりやすいようです。で、このようにね、コントラストをね、調整した写真では、素晴らしい感じにはなりました。このカメラなんですけどね、もうそもそもね、流通台数がものすごく少ないです。で、僕のやつもね、そのセレンが死んでるジャンク品、レンズもダメージがあるということで、これ800円だったかな、ヤフオクでね、仕入れたんですけどもね、シャッターがね、まともに動かない個体も多いということで、だいたい分解してね、その、注油するとか、内部を洗浄するとかね、そういう、その、処理をしないとダメみたいですけど、これ多分ですけどね、僕はね、シャッターまで分解してないんですけど、レンズはね、このテッサーのコピーになると思いますね。一番後ろから2枚目に絞りバネが入っておりますね。いいよ。これどうせ映んないんだろうな。こう、LV 値をね、その、リングを調節するとね、絞りが動いてるのがわかります。安いカメラ、はね、シャッター膜とね、絞り膜をね、連動してるやつが多くて、まこのね、ヤシカハーフ17もシャッター膜の開き方で絞りを調整するような感じで、絞り膜がないんですけど、これはちゃんとね、絞り膜もあります。オリンパスペンもね、絞り膜あるんですけどね、で、ペンは、テッサのコピーって言うんですけど、絞り、シャッター膜がね、一番後ろにあるんですね。で、これはシャッター膜が中にあるということで、どっちがどっちかって言ったら微妙ですけどね、テッサのコピーだったら、その、一番後ろにシャッター膜があるのが正常な考え方ですよね。これはその、絞りと同じところにシャッターバネが入っております。まあそんなわけで、まあ多分ね、テッサーのコピー4枚玉じゃないかなとは思いますけど、コントラストをね、調整した写真、まあ調整する前の写真でもそうですけど、非常にね、写りは秀逸です。絞り値を、ちょっと考えて撮ればなんとかなるかもしれませんし、状態がいいレンズだとね、かなりの写りをするかもしれません。これもう一遍ちょっと調整してリベンジしたいところですけどね。まあ、チャンスがあるかどうかは微妙になるんですけども。まあ、テストするね、カメラもたくさんありますし、撮影する時間もなかなかないんでね、まあ、難しいところではありますけど、チャンスがあれば、もう一度チャレンジしようと思います。はい、今日の動画はこんな感じで、ここからね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーですね。まあ、いつもね、最近レベル高いんですけども、
今回は格別レベルが高いですね、トップバッターはのりかずさんから、探していたシリーズ E75-150F3.5 がやっと見つかったので投稿します。カビ、ほっこり、曇り、傷玉で全部荒らしてやっと草きれいに清掃しましたということですね。1枚目がねタイトル光さす、2枚目が残臭ということで、どちらもカメラはニコン D70、レンズシリーズ E75-150F3.5 ということですね。写真なんですけどもね、光を使ったね素晴らしい2枚になっております。これどうやって撮影したの？1枚目ね、階段を上の方から高いとこから撮影したんでしょうね。で、2枚目の方もね、これもみじかな、うん、もみじのね向こうからね光が差してるんですけど、もみじがね光にね照らし出されて、印象的な写真になっておりますね。素晴らしい作品2枚、のりかえさんありがとうございます。次が池さんですね。池さん、いつも楽しい動画ありがとうございます。今回は投稿写真ですので、タイトル、種に交わればということですね。まさにオタッキー動画に集まる皆さんがフィルムカメラに染まるようですということですけど、カメラオリンパス 35S、コダックゴールド200で撮っておりますね。で写真なんですけどもね、コダックらしい色ということですけど、まさにコダックらしい色、これ素晴らしい写真ですね。これ夕方ぐらいになってるんでしょうけど、もうただでさえ赤い紅葉がさらに赤く染まり、後ろのねこれ三重の塔ですかの赤と相まってね素晴らしい写真になっております。はい、池さんありがとうございます。次はドリームロコモーティブ様からね、組写真3枚ということで、タイトルはまだまだ現役ですってことですね。撮影場所東京都清瀬市ですね。島田商店さんという駄菓子屋さんってことですけど、カメラリコー CX3 ハイコントラスト白黒モードで撮影。昭和の香り漂う駄菓子屋さんで、店先には10円で遊べるコインゲームが現役で活躍している、ということなんですけどもね、写真なんですけどもね、このハイコントラストモードがねいい感じで撮れるんですよね。もうまあ、昔のねその10円で遊ぶおもちゃ、これ懐かしいね、そのゲーム機がね並んでるんですけどもね、よくこんなの残ってるな。で3枚目はねその親子連れがね遊んでいる微笑ましい、いい写真ですねこれもね。なかなかいい感じに撮られておりますね。素晴らしいと思います。ドリームロコモティブさんありがとうございます。次はねサムライジャパンさんから、今回デジタルの写真とアナログの写真1枚ずつ、1枚目が秋晴れの日の木陰、ツアイスイコンタ520-2×6×9 ですね。富士アクロス100、2枚目が低気圧の予感、ペンタックス K01 FA リミテッド 43mmF1.9 使用ということですね。作品なんですけどもね、この1枚目ね光がねたっぷりある状況で、圧倒的な高画質、ものすごい解像度で撮られておりますね。いや素晴らしい。で2枚目がねこれがまたねこの向こう側のねこれ川ですか、波の模様がね生めかしい感じで映ってるんですね。で色鮮やかなタラップを撮っておられるんですけども、これはなかなか異次元空間に引っ張り込まれるような写真になっております。サムライジャパンさんありがとうございます。次までですね、ムートンさんの作品2枚、最近自分の周りでもフィルム写真撮り始めたり、復活したい人が増えてきてますよということで嬉しい限りですということですね。でニコンピカイチ、初代ピカイチこと L35AD で撮影してきたので2枚応募させていただきますということですね。レンズはね 35mmF2.8 4群5枚のゾナー型、フィルムはロモグラフィーのカラーネガティブ400ですね。タイトルはね、2枚組になりますね。東映って言うんですか、冬の影ということで東映ですね。ということですけどね、これ2枚ともまたね影がね冬はねどうしてもね太陽の南中高度が下がりますんで影が長くなります。
このようなね、影がな長い印象的な写真をね、狙いやすい。特に2枚目がね、すごく好きですね。はい、今回ね、もうレベルが高い写真ばっかりで困ってます。ちょっとね、この場では発表しませんが、次回タイトル画面が変わります。実は悩んでるんですよ。もう悩んでて決めきれないぐらい、今回の写真はレベルが高かったですね。はい、皆さん作品投稿ありがとうございます。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、投稿来てませんでした。間違ってた、ごめんなさい。やったやっちまったのコーナーになります。今日のね、やったやっちまったコーナー、ドリームロコモーティブ様から、やったやっちまったのコーナーに投稿させていただきます。内容はやっちまったになります。先日入手したキヤノンオートボーイ S にフィルムローダーで長巻きのイルフォードデルタ100を36枚撮りの長さで作り撮影してたところ、24枚撮影した時点で自動で巻き取りが始まり、36枚まで撮影ができませんでした。原因は使用した中古パトローネが24枚仕様のもので、カメラ側がパトローネの DX コードの枚数を読み取って認識していたためです。DX コードが非対応のカメラであれば何の問題もなく撮影できたのでしょうが、今回は DX コード対応の全自動カメラというのが話題した悲劇でした。 DX コードは感度と枚数、露出補正を認識するのですが、特にカメラ側の読み取り端子が2列存在するものは感度だけではなく枚数も認識するので注意が必要です。ちなみに枚数認識のコード部分をテープでマスキングして装填した場合は問題なく、撮影できたと。あれどこだっけ。詳しく DX コードの配列を知りたい場合はネットなどで調べればわかるので、アルミホイルなどを貼って DX コード自作するのもありですってこと。これ知らなかったですね。DX コードは枚数まで、データが、入っているということですか。知らなかったな。今日撮り終わったやつ。ん？でもこれ27枚のやつだけどちゃんと撮影できたぞ。ん？ということはペンタックスの、なんだっけ、今日撮影上がったやつ、カメラの名前忘れちゃったよ。 SNFXN か。今日ねこれで撮影してて、撮り上がったんですけど、ああ1列だ2列のやつは注意が必要ということです。DX コードってね、このフィルムをね、入れるとこ、ここにね、金属の端子があるやつですね。これが2列のやつは注意が必要ということです。今後注意してフィルムを詰めたいと思います。全然知らなかった。ドリームロゴーテミさん、ありがとうございます。今日の動画はね、ここまでになります。今週はもうこれで終わっちゃいますね。で、来週なんですけど、いろんなカメラの写真が撮り上がったぞと。キャノン F1、ニコン F2、で、キャノン7も撮り上がったし、ペンタックスのね、この SFXN も撮り上がりました。そんなもんだったかな？うん、この4台が撮り上がって、で、キャノン F1 とニコン F2 はカラー、キャノンのね、キャノン7もカラーなんで、まずはね、こいつの写真になっていくと。あともう一つ、EOS1N で、ドリームロコモティブさんに提供いただいた、デュプリケートか。これも取り上がってますんで、多分来週は、このカメラたちで撮った写真が登場します。で、カラーネガーでね、ちょっと、カメラの北島さん1週間かかってしまうんで、現像がね。その3本は、来週に回っていくと思いますが、まあ、乞うご期待ということで、いよいよね、年の瀬になってまいりまして、もしかしたらね、動画作成する時間ないかもしれないですけども、ちょっとでも時間を見つけてね、頑張ってアップしていこうと思います。結構ね、コロナウイルスがね、
破滅的に流行ってるみたいでね、皆さんにね、できるだけ、外出しないようにというか、外出しなくても済むように、その時間を提供ね、楽しい時間を提供できるように頑張ってね、動画を作っていこうと思ってます。で、もし動画アップできなかったらね、過去動画でも見といてください。もう、ものすごいことになっててね、もう今日のあまりにも喉の調子悪いんで、喉飴舐めながらね、ちょっと喋らせてもらったんですけども、もうものすごいね、通常ね、長距離ってね、長距離だけでしんどいんですけども、忙しくなってくると中走りっていうのをさせられます。長距離と長距離の間に短距離の仕事を入れられるんですね。でも寝る時間が完全になくなってしまうんですよ、こうなると。でも、トラック足んないんでね、もう、荷物は増えてもトラックは増えないですからね。だからトラックが足んなくなるんで、こういうことになるんですよね。で、まあ、給料全然変わんないんですけど。まあ、これ、しょうがないんですよね。もう、うちの会社の中走りは特にお金一銭にもならない中走りなんで、どうしようもないんですけどね。まあ、頑張るしかないです。まあ、年末までね、なんとかね、事故なしに乗り切って、新年を迎えたいと思っております。はい、今日の動画ね、ここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、どしどしお願いしますね。コメントの方ね、なんとか返していっていますが、ちょっと追いつけない気味になってきておりますけども、見落とさない限りは、コメント全部に返答していきますんで、またコメントお願いします。高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんでね、コメント高評価が多いとね、動画がどんどんシェアされやすくなっていくということなんで、ご協力よろしくお願いします。あと、チャンネル登録だ。チャンネル登録ね、ちょっとね、調子いいです。ちょっと調子いいぞって感じで増えていっておりますんで、まだまだね、募集しておりますんで、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは今週の動画はここまで、また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。